低速電子線解説は電子解説法の一種であり、電子を資料に照射し、それが解説される様子を観察することで、個体の表面構造を解析する技術である。利用される電子のエネルギーが低い点で、同じ原理を用いた分析法である、反射高速電子線解説と区別される。電子銃から発生させた電子線を資料に対して垂直に照射する。 資料から後方散乱された電子の干渉パターンを電子銃と同じ側に設置された半球形の蛍光スクリーンによって検出する。基本的な原理は X 線解説や中性子線解説といった他の解説法と同様で電子が波としての性質を持つことを利用して電子が資料の結晶合子と作用して起こる解説を 観察することによって物質の結晶構造を調べる。ただ、X 線や中性子線解説とは異なり、リードで用いられる程度のエネルギーの電子では、結晶内部では数ナノメートルほどの深さまでしか到達しないため、リードでは資料の表面部だけの情報を測定することができる。通常の解説法では当然ながら、結晶構子は三次元的に広がるものとして、 解説条件が決められるが、リードやリードでは、電子が結晶内部にほとんど侵入しないことから結晶の表面部分のみが二次元格子として取り扱われ、結晶格子の表面に垂直な成分は無視される。この時、逆格子は表面格子の逆合子点から表面と垂直な方向に向かって格子点が連続に連なる形となり、従ってエバルトの作図においては、 ロットとエバルト級の交わる点すべてが解説項の強め合う方向となる。リードで用いられる半球状のスクリーンはエバルト玉を拡大したものと言えるから、スクリーン上には結晶表面の二次元格子の逆格子と同じ形状のパターンが観測される。ありがとうございます。